立憲民主党の鎌田さゆり議員が岸田首相の内閣支持率を批判したとのことですが、いつも通りに大ブーメランが直撃、ツッコミが殺到し大炎上しているようです。最新の内閣支持率と政党支持率、鎌田議員の無能すぎる発言と鎌田議員の過去のやらかしなど、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。時事通信が7から10日に実施した6月の世論調査によると、岸田内閣の支持率は前月比 2.3 ポイント減の 16.4% となり、2012年に自民党が政権に復帰して以降最も低くなりました。自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法改正などの取り組みが支持回復につながっていないことが明らかになっています。不支持率は 1.4 ポイント増の 57.0%、 わからないは 26.7% でした。自民党が公明党や日本維新の会と合意し衆院を通過した規制法改正案についてはあまり評価しないが 33.0%、 全く評価しないが 39.2% で7割超が否定的、大いに評価するは 1.4%、 ある程度評価するも 16.4% にとどまっています。野党は企業・団体献金の禁止を求めたが、自民案には盛り込まれませんでしたが、これに関し禁止すべきだが 52.4% に上り、認めるべきだの 19.3% を大きく上回りました。6月からの定額減税1人当たり4万円が物価高対策として効果があると思うかを尋ねたところ、ないが 65.3%、 あるが 14.2%。 政府内では定額減税への期待が大きいが、政権浮揚効果は見通せていません。内閣を支持する理由、複数回答は他に適当な人がいないが 6.5%、 首相を信頼する 3.1% の順に多く、印象がいい、首相の属する党を支持しているが、ともに 2.5% と続き、支持しない理由、党は期待が持てない 33.3%、 政策がダメ 29.1%、首相を信頼できない 23.8% となりました。政党支持率は自民が 16.4%、 前月比 0.7 ポイント増、立憲民主党 4.4%、 同 0.7 ポイント減、公明 3.4%、 同 0.8 ポイント増、維新 2.4%、 同 0.3 ポイント増と続いた。共産党は 1.6%、 国民民主党が 1.0%、 れいわ新選組が 0.9%、 参政党は 0.2%、 社民党は 0.1% で、教育無償化を実現する会はゼロ、支持政党なしは 66.8% でした。この世論調査を受け、立憲民主党の鎌田さゆり議員が自身の X、旧ツイッターを更新。内閣支持率 16.4% の岸田政権、8割強が支持していない。即刻、解散すべき。と投稿しましたが、え？じゃあ、なんで君ら解散しないの？んじゃ、それより支持率が低い政党は、さらに、多くの人から支持されてないということになるんですけどね、わら。数字を使うにももう少し頭を使う方がよろしいかと思います、などと正論のツッコミが殺到しています。ニュースを深掘り。というわけで、鎌田さゆり議員が内閣支持率 16.4% の岸田政権を批判しましたが、大ブーメラン直撃となっているということでしたね。相変わらず後先考えない無能な立憲民主党クオリティですが、鎌田議員といえば
今年1月に起きた能登半島地震での被災地支援について自身の X、旧 Twitter で、モンベルさん、ユニクロさん、可能でしたら長尾市辰浜小見線避難所に防寒具よ。自分は2月上旬に計画しています、と投稿しましたが、この投稿に約6000件のツッコミが殺到し、ここでも大炎上していました。ちなみにモンベルとは、1975年に現会長の辰野勇が大阪市西区いたち堀にて創業した日本のアウトドア総合メーカーであり、ライト&ファースト、ファンクションイズビューティーをコンセプトに、テント、バックパック、寝袋、登山靴、レインウェア等各種アウトドア商品を扱っています。また、ユニクロも多くの方はご存知かと思いますが、ユニクロ代表取締役会長で、ユニクロを中心とした企業グループ持ち株会社であるファーストリテイリング代表取締役会長兼社長の柳井忠が率いる実用カジュアル衣料品の製造小売りを一括して展開する日本の企業として有名です。この鎌田議員の投稿には、閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報、いわゆるコミュニティノートが追加されており、両社ともすでに被災地の支援を表明、実行していますとして、それぞれの活動報告に関するページのリンクが貼られています。それによると、モンベルでは令和6年能登半島地震災害援助金の受付についてと題し、アウトドア義援隊ご協力のお願いとして、能登半島で発生した大地震に際し、被災地の方々には謹んでお見舞い申し上げます、災害被害に対する援助協力を以下の通りお願い申し上げます、阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震、また新型コロナウイルス感染症に対する支援援助の折にも皆さんに呼びかけさせていただいた結果、微力ながらもお役に立つことができました。この度の大地震につきましても、取り急ぎできることから着手させていただきたく、ご協力をお願いいたします、と会長名義で呼びかけています。さらに1月4日にはモンベル大阪本社で、寝袋やダウンウェア、アンダーウェアなどの災害支援物資を積み込み、石川県羽咋市にある弊社倉庫に向けて出発しました。都市以降、珠洲市での水の配達や携帯トイレとブラインドでトイレの設営を行っていたり、被災した市や避難所にダウンジャケット、スリーピングパッド、トイレブース、生活用水、食品、衛生用品などを配布しています。またユニクロでも、令和6年能登半島地震被災地への支援について、都市1医療支援、1月1日の地震発生直後から医療支援に向けた在庫の確保などの準備を進め、ユニクロと GU の商品、ヒートテックスタイルヒートなどの肌着類や、ウルトラライトダウンなどの防寒着類計10万点を用意し、被災地のユニクロ店舗スタッフからの申し出を受け、1月4日に、石川県七尾市に計4433点、同月5日に、認定 NPO 法人ピースウィンズジャパンを通じて、同県珠洲市に計1200点をお届けしました。また石川県の義援物資受付サイトに登録し、県から要請があり次第支援医療をお届けする準備を整えています。計3万点の予定。今後も自治体や NPO、NGO など支援団体からの要請に応えてまいります。2、支援金、株式会社ファーストリテイリングとして計1億円を被災地の緊急支援に携わる認定 NPO 法人 ADRA ジャパン、認定 NPO 法人ピースウィンズジャパン、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンに寄付いたします。弊社は今後も世界中で必要とされる支援活動に取り組んでまいります、としています。そしてコミュニティノートでは、
最後に、支援の有無にかかわらず、国会議員が企業を名指しで支援要請することは、無用な圧力を生む可能性があることにも留意が必要ですと指摘しています。そして、民間企業に圧力かけててくさ、これあかんやつや、企業名指しで物頼んだらダメじゃね？頼まれた企業、断ったら、それだけでイメージダウンやん、配慮せんでいいの？ご自身の立場ってご存知ですか？もっと、議員の自覚を持った方がいいですよ。といった批判が寄せられていました。また、鎌田議員は、第49回衆議院議員総選挙の選挙期間中、仙台メリーと名付けたヤギを連れて選挙活動を行っていましたが、当選が確定した後、最後まで責任を持って寄り添い育てることは困難で、栗駒の里親さんに育てていただくことに、とツイッターに投稿。ヤギを里親に預ける方針を示したことで、一部のツイッターユーザーから、ヤギの選挙利用、動物にも命があるなどといった批判のコメントが相次ぎ、これを受け、鎌田議員が、皆様からのご意見ご助言に感謝を申し上げます。ご指摘の通り、見通しが甘かった点否めず反省をし、彼女とはこれからも一緒に暮らしてまいります。などと返答して、仙台市の自宅で飼う方針へ変えています。一方、鎌田議員は、当初から当選した場合は、里親に預ける方針だったとし、選挙利用との批判に対し、処分する、選挙で利用してポイ捨てとの書き込みもあった。誤解されて悲しいと語っていましたが、今回の件も含め、相変わらず、立憲民主党の議員は、自身の言動に対する有権者のリアクションというものが予想できないほど、空気が読めない無能な人間の集まりなのでしょうね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。自分たちの支持率の状況を見ず、自民党の支持率が下がったと喜んでいる野党議員って滑稽に見える。ヤギ1匹、利用するだけして、その後の飼育を放棄。政権交代してもメリーさんのように、やっぱり無理、と放り出されるんじゃないかと。まるで自分らが支持されてるような言い方してるの怖いね。公職選挙法違反者のいた政党が何か言うとる。支持率で 16.4% という数字が出たことは一つの事実として自民党には猛省を促したい。ただ4月からの推移を見るにあたりプラス 0.4、プラス 0.7 と計プラス 1.1 で継続して微増。立憲民主党に関しては4月の 3.8 からプラス 1.3、マイナス 0.7 で計プラス 0.6 と数字は増えているが、5月から6月については下がっている現状が見受けられる。同意ですが、そうなっても、あなたたちに、おあちが回ってくることはないから、安心してください。お気楽ご気楽にパフォーマンスしててください。立民は、国民の9割強が支持していないので、まずは、立民が即刻解散して手本を示すべきでは？ご自身の政党も下げてるんだから、政治家全体の問題でしょうよ。まず、あなた方が先陣を切って政党解散してください。なら支持します。しないだろうけど。岸田さんたちは、こんな X なんかで仕事してるつもりの政党より、かなりハードにこなしてるし、他政党や他議員を攻撃してるような仕事してないですからね。あなたも自民党や岸田政権批判する前に自分が議員であること、何かできることからおやりなさい。9
95% が支持していない政党が野党第一党なんですけど、解散して投票先がないと国民に困らせるつもりですか？あいつはダメだからうちへって、天皇丸出しな言い回しで政権交代できた2009年からまるで成長していない。そりゃそう言われるよな、という結果で。でも君らじゃ代わりになれないよ。不支持票は野党に流れないということを今までの選挙で全く学んでない。支持されるために日本国民に有益な政策を何一つ出せていない。政治資金や入管法で与党を攻撃するだけじゃね。野党4党の支持率を足しても岸田の支持率の方が高いという事実。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？鎌田議員、いつもながら岸田首相の荒探しに熱心で、言っていて恥ずかしくないのでしょうか？本当に、自身の投稿に対するリアクションが本当に予想できないのでしょうね。立憲民主党の支持率 4.4%。あなたが言うところの9割5分強の国民が立憲民主党を支持していません。しかも、前月に比べてマイナス 0.7%。まずは、立民が即刻解散して手本を示すべきではないでしょうか。仮に解散総選挙になったら、あなたも大変ですね。もうヤギに頼ることもできませんので、国会に戻ってこれないんじゃないでしょうか。立憲民主党の議員皆さんが国会に戻ってこれない状況を思い浮かべてワクワクしてしまうのは、果たして私だけでしょうか。早く実現してほしいところです。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。